オリバー・ノイビルは、スイス出身、ドイツ国籍の元サッカー選手。ポジションはフォワード。姓は、現地では、ヌビルと発音される。フランス系ベルギー人の父と、イタリア人の母を持ち、スイスで生まれ育った。スイスのロカルノで育ったため母語はイタリア語で、ドイツ語は、ドイツのクラブチームに移籍してから習得したという、変わった経歴の持ち主。他にフランス語も習得している。 1992年に生まれ育ったスイスのセルベット FC へ加入。1993から94シーズンにはリーグ優勝を経験する。1996年にスペインの CD テネリフェート遺跡。1年間経験を積んだ後、1997年にドイツのファンザロストックへ遺跡。バイヤーレバー空前戦でブンデスリーがデビューを果たした。 1999年には遺跡金450万ユーロで、デワークーゼンへ遺跡。2000から01シーズン、2001から02シーズンと、連続で2桁得点を記録し、ドイツ中にその名を知らしめる。2004年からはボルシア・メンヒエングラートバッ派でプレー、名門ながらも、低迷の日々を送るチームで活躍を見せている。ドイツ代表には1998年のマルタ戦で、デビュー。 確実に実績を積み上げるもユーロ2000のメンバーには残れず落胆の日々を送る。その後は代表常連となり2002年の日韓 W 杯予選で得点を記録する。本大会では大きな活躍はできなかったもののパラグアイ戦では後半終了間際に決勝点を挙げた。2006年のドイツ W 杯でも0から0で終了かと思われた。 ポーランド戦の後半ロスタイムに、クロスボールに身を投げ出しゴールへ押し込むという奇跡の得点を挙げ、再び活躍の姿を見せた。代表では60試合以上出場し、ゴール数は10。FW として、ゴール数は多くないが、W 杯における値千金の得点が目立つことから、記録より記憶に残る選手と言える。2010年5月11日に一度は、現役引退し、 ボルシア・メンヒ・エングラートバッハのフロント入りを表明したものの、ボルシア・メンヒ・エングラートバッハやドイツ代表で共にプレーしたクリスティアン・ツイーゲに誘われ、ツイーゲが新監督に就任したアルミニア・ビーレフェルトへ移籍した。しかし2010年12月に同クラブを退団し、新しいクラブも探さないと表明し、事実上の引退宣言を行った。ありがとうございます。